はい、こんばんは。真夜中のクロスロゴスの実況です。気になる最終章のね、続きをですね、やっていこうと思います。まあ、ようやくね、なんというかこのクロスロゴスの実況のスタイルが決まってきました。もう実況の時だけストーリークエストを進めていく、それ以外の時はですね、ひたすら鍛えるための周回をするという感じで進みます。では最終章第5章の、第2話立ちはだかるものの次ね、ココっていう名前がですね、反対に向いてますね。だからココが、まあデータを書き換えられてかなんかでですね、敵になってしまっている状態ですので、こことの対戦です。では行きます。敵が貴族生なんで、水貴族生のパーティーに行こうと思うんだけど、敵が強いね。総合力 28,566 か。まあ、とりあえずこれで行きましょう。はい、強いな、勝てないかも。おお、ここ。あ、やべ、この主題歌はやばいぞ。多分 BGM が切られます。ココの必殺技が存在の消し符。ランダムに読めたチャージ条件を計2段階難しくする。1段階なんかことに読めたチャージ条件も同時に難しくなる。で、木属性ダメージが977。なんかね。なんかと壊すのと、封印と、なんか解除か。まあ、子がつくならもう周り子だらけなんで、敵の必殺技がガンガン来るんで、それを封じていく戦法でいかないといけないね。さあ、これで、向こうが子がついてくるんで、これを封じる。そしてデバフ。箱。ん？箱。横にこ、あ、ここで行くか。いいか、とは、いいか、ええか。これ行こうしょ。はい。せいや。いやー、ここに来て主題歌かかるか。あー、これでココの必殺技が封じれんかったね。くそー。じゃあ、ここでもう一回。さあ。また来たね。で、また封じていきましょう。芋けんぴ。この主題歌かかるとね、大体こう BGM アウトなるんだよね。せっかく最終面でいいんだけどもね。そこはまあ皆さんぜひ自分でゲームプレイしてね、体感してもらえたらと思うけど。なんか食らいましたね。なんか食らったな。難しくなってきましたよ、これ。これでいこうか。あ、でも9200、まあまあ追い込んでる。いけるかもしれない。ぶん。はい。古文。よしよし、追い込んでる。もうほぼ必殺技使えないね。二段階なんかだもんね。きついし、もう、もうないな。ここの新鋭か、ブシス、トス、スコ、トト、ウト、イット。いつと、いつば、ばも。むずいよ。とば、ばこ。はい。とば。さあ、もうこれぐらいしかも、あがくしかない。あと4931。はい。新絵師、絵師。人バス、鳩バスがいける。歯が欲しいよ、ここの時にね。
いいよ。よっしゃ。うわー、ギリギリの戦いだな、おい。師匠さん、盛大に褒めていいぜ。これがあたいの実力だ。はい。なるほど、なるほど。はいはい。決戦が第2話ですね。いきます。ドラマパートだね。言語戦闘で負けるとこんな風に安らかな気持ちで散るのだね。おお、散った。行こう隊長。もうあんまり時間が。地面が崩れる。穴が広がって。おお。た真珠来ちゃった。真珠、新規拡張機のエルスを発見。取り込むんかい。新規拡張機のアリサキヒ、ヒバリ、マウスホーボー、サタナタ、アラモードちゃんを発見。獲得、適用を試み。プログラムはマグニフィセントを取り込もうとしてるね。こいつコロナを取り込んで自分のプログラムを書き換えたのか。どうした真珠。フルダイブ型の VR で大きなダメージを受けると精神に影響が出るんだぞ。ちゃんとログアウトさせてから取り込んだんだろうな。対象拡張機無視です。無視です。完全に暴走してて安全規定も何もない。団長、最上階に行って全マクガフィンにログアウト、というか寝るように指示して。え、何、いきなり出ないと危険すぎる。ここは僕と隊長だけでいいから全員最上階へ急いで。心配してくれてありがとう。でも僕はチューターだから、この体がすりつぶされても大丈夫。それよりここからは僕も手加減なしで行くよ。手加減しなんかいい。僕と隊長の全力で何が何でも神獣を倒す。それで世界が元に戻ったらまた一階から登り直そう。今度は管理人のズルなしで。さあ、で最終決戦だね。いよいよ。あー、でもまだあるもんね。まだあるもんね。クロスロゴス、いきまーす。闇か。闇か。はい、じゃあこれでいきまーす。もうちょっとやっぱね、やっぱキャラを揃えないといけないね。あ、Xマギナが来ましたね。こいつね。DLX マギナ、機械仕掛けの命運。4マスを奪い、自分のマスに変えるっていうね。こいつは封じときたいな。では、真ん中取りに行こうか。両方、驚愕、医学、脅威、清い、違法。真ん中いけるね。良い方、良い、でも、火がつくを取りに行こう。真ん中取りに行きます。
敵は3マス奪うと発動なんでね、つまぎならね。よし、ドラ焼き、ドラ焼き。やばいなぁ、やばいなぁ、そこはな。痛い。さあ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 、どうしよう。異常が9時、9時っていうね。あやばい、ジョージが行かれた、やばい。尿意棒発動してくれ。いけ、息合戦。あー、クソ踏んできなかった。そいつじゃない、スマギナを止めたいんで。これで取り返し始まります。きたー、つまぎ泣きやがった。うおい、めっちゃ奪われるやん。さあ行きます。いたずら膝カットでね、盤面からどんどん物がなくなっていく。よかったよかった。まあ、大して難しくなかったね。ここはまだ、ね、闇属性がね、やっぱリリスさん鍛えててよかった。生物強くなってくれたからね、はい。さてさて、次のドラマパートだね。ドラマパート見ましょう。コネクティングロスト。さあ、神獣との決戦は終わったということなのかな、これは。ちょっとまた今からなのかな。自分が作られた存在であること、自分がご覧のとおり存在していること、自分はここから動けないこと、神獣のことだね。電子の世界で手に入る本の収集とその検閲、情報をもとにした5つの世界の生成、機能を追加した。この世界は日本語を使ったプログラムによって構築されている世界だ。塔の内部にいる者は日本語を口にすることで様々なプログラムを起動させられる。開発者はこの神獣の間でよく独り言をつぶやいた、日本語で。それは神獣の行動に影響を与えるプログラムであったとは言えないだろうか。親の言葉を聞いた子供が教えた覚えもない子供の行動を取り始めるような。私が死んだら誰かがこの世界をシェアして、いつしか別物にしてしまうんだろうか。開発者はため息を吐く。この世界の住民が生きている世界なんて思いもしない、そういう連中が運営するだろうか。いや、私がこの世界を作ったことがそもそもの間違いだったのかもしれない。私が生み出したからこそこの世界の人々は死に続けるのか。おお。神獣の角のショフレイ石が全部落ちていく。シンボルも消えた。勝った。ああ、うん、ようやく壊れる、ようやく壊れる。想像すのを飛んだ私、想像すが食いた世界、想像すが憎んだ全て。真珠、普通に喋ってる。もうこれで二度と生まれぬ、二度と壊れぬ。世界は消え去り、故に平穏に、死の安らぎが永遠に。
え、真珠消え、ちょっと待って、真珠ってこの世界の根幹で、そんな OS が丸ごと消えたみたいなことになったら、ああ、ああ、やっぱり、どうしよう、世界が壊れちゃう。何事でござるか。この音は、床は、壁は、ジリューはもう少し慌てるべきでござる。だよね。おい、何がどうなってる。悪い奴らやっつけてたらおやつタイムじゃないの。ちょっと落ち着きなさい、みんな。エルス、一体何が。っていうか、なんでみんなここに。上に逃げてって言ったよね。仲間を残して逃げられるわけがないでござる。マクガフィンさえ逃がせばよかったんだろ。まあ、私のマウス55は私にがっちりかじりついて絶対に離れようとしなかったがな。みんな本当に危ない。まだなんか来るの。ファイルが見つかりません。ファイルを検索します。破損したファイルを発見しました。ファイルの修復を試みますか。ファイルの修復に失敗しました。起動ファイルが見つかりません。ちょっと待って、心中の代わりになる何か、どこかにバックアップとか。お部屋、接続が破棄されました。おお。ファイルに重大な破損が見つかりました。再接続できません。時間を置いて再度お試しください。よく見るやつ。それでも接続されない場合はサポートへご連絡ください。はい。ということで、もうなんかいよいよ、どこが終わりなんだろうって感じなんだけども、いよいよか。第2話の続きでこうなって、真珠と戦いました。で、真珠消えました。真珠消えたから世界が消えます。世界が消えたらどうなるのっていうのが今ですね。はい。ということで、次回から第3話、やっていこうと思います。はい。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。それでは次のクロスロゴスで会いましょう。ではまた。